今日は今年の一番最後の例会でありますので、少しのんびりとお話をしたいと思います。うちの学長が11月に、亡くなりまして、今度の25日の日に本葬が行われます。3000人ぐらい多分お葬式来られるんじゃないでしょうか。その前にこちらのご住職だった平井元教氏が亡くなられまして、でここのご本堂でお葬式が行われました。その時うちの学長はそこのとこへ座っておりました。そうして、いや木野先生、平井さんがこんなに早く死ぬとは思わなかったななんていうお話をねしていたんですけどね。でも、その後大森宗玄老師がお亡くなりになり、で、うちの谷学長も亡くなってしまわれました。ちょうど今から30年ぐらい前に、私の家へ、ここの平井元教師とそれから上野の偉人院というお寺の和尚さん、児玉文霊という方と、それから宗雲さんと言ってた宗雲院のご住職と、それから檀家総代の方と4人で私の家へおいでになりまして、その時私はまだ四ツ谷に住んでたんですけども、この山岡鉄舟のお墓のあるお寺で、誰もが分かるような仏教の講座を開きたいんで、ぜひ来てもらいたいというお話でした。でその時は毎週土曜日でしたので、一月に4回講義しまして、でそれが何年続きましたかね。その講座が元になって命の風光とか仏との出会いとか大悲風のごとくという、3つの連作の本が出来上がったんですけども、ですけど私はその私のうちおいでになった人4人とも見送ってしまいまして、でもその間に南禅寺の芝山禅慶老師も円覚寺の朝比奈宗玄老師も、亡くなってしまわれましたし、中川宗円老師も亡くなってしまわれました。宗円老師はいつもその後ろの真ん中のとこへ座っていらっしゃいまして、でお話、私が話を終わりますとさっさとその控室の方へ行ってね、で「いや」って「いや」っていうだけなんですよ。今日の話はどうだったなんていう話は一切出ないんでね、もういいにも悪いにも「いや」ですよ。で楽しかったですがね、その方も亡くなってしまわれて、いや本当にもうちょっと寂しくなりましたね。まあでも人生っていうのはそういうものなんだから、仕方がないですけど、私が戦争に行っていた時は毎日のように兵隊が死にましたから、ついそばで元気だった兵隊がもういなくなったりしますしね。ですから、何十年も何十年も経って、そして一人死に二人死にというのはこれはもう、穏やかな人生としか言いようがないですね。で今日はですね、
人間を動かしている大きな力というものがあって、その力につかまるともう抵抗しようがないということをお話したいんですけども、例えば平井元教師が私の家へ来て、毎週土曜日ですが、お話ししに来てくれませんかって言われた時、さすがに私も考えましたね。毎週土曜日なんて言ったらですね、今毎週土曜日が休みなのに僕は毎週土曜日ここへ来なくちゃならない、いやーそれはちょっときついなーって思ったんですけど、まあこうやって4人も頭を揃えていらっしゃったんだしね、行くしかないなーと思って、もういいとか悪いとか、このお寺がどこにあるのやら、どんな人が集まるのやら全然聞かないで私は来たんですから。でもその最初の方っていうのは熱心でしたね。このご本堂は元こんな立派なご本堂じゃなかったんですよ。その普通の古いご本堂でした。でその古いご本堂が、いっぱいになってしまいまして、座るとこがなくなったんですよ。そうしたら平井さんが、木野先生、その会場が狭くなってこれは困りましたのって、ね、で本堂を広げるしかありませんな。それで結局本堂を広げたんですよね。それで向こうと立ち長くなって、でそれから何年かしましたらまたいっぱいになっちゃって、でまたせっかく広げたけどもこりゃダメですなとか言ってね、でどうするんですかって言ったら、本堂を建て替えるしかありませんな。それでこの本堂が建っちゃった。まあこんなことは珍しいですね。まあ、昔はですね、昔はといっても、室町時代、江戸時代、明治にかけては、門戸する人がいっぱいおられましたんで、で狭くなって本堂を建て替えるっていう話は時々聞きましたけど、今はねご法事するのにね不便だから椅子席にして新しい本堂を建てようというお寺が増えてきましたけど、依然として座る本堂で、で、こういう本堂を建てるっていうのは珍しいですね。つまりもうこれはですね、いいとか悪いとかね、そういうことじゃないんですよ。もうどうしようもないんですよ。人間ってね、どうしようもない力につかまったらどうしようもないんですよ。それを知って言うんですよ。意外や意外ね、知って言うんですよ。それに捕まった人のことを無知と言うんです。捕まらない人間のことは無知と言うんです。頭がいいとか悪いとかいいんじゃないんですよ。頭が良かろうが悪かろうが、捕まらない人は捕まらないし、捕まる人は捕まるんですよ。もし皆さんが何か大きな力に捕まったら、それはもう無知なんですよ。で、助かる人は助かるようにして助かるんで、助からない人はですね、助からないようにして助からないんで、だから最近はがんで亡くなる人が多いですし、うちの学長も胃がんで死んだんですけども、学長ががんにかかったと言って公表してから僕はどれだけ薬をたくさん届けたかね、プロポリスからカニキトさんからもうゲルマニウムから何からカニから基礎のほらみんな届けて、何でもいいからこれたくさん飲んでくださいと言ったのに、2週間して行ってみたら減ってないですよ薬が。それで「どうしたんですかこれ」って言ったら、いや
カニキトさんは2粒、ゲルマニウムは1粒ってケチなことを。カニキトさんは20粒、ゲルマニウムは10粒。申し上げましたでしょうが、そうやったからって。もうこれじゃね、聞かないよね。半年前に飯をちょぎった奥さんがいて、その人に今から一月前に会いましたら、ここがゲソーとなっててね、それで顔にね、歯槽みたいなのが出てたんですよ。歯槽っていうのが一番はっきり出るのはこの目の周りなんですけど、この辺がね、あの薄い紫色になってるんですよ。これがだんだん濃くなっていくと本当に死んじゃうんですよ。それで僕顔見てて、どっか悪いんじゃないのって言ったら、はいって言って、どこ悪いのって言ったら、そこが悪いな、昔からだからって言ったら、いや、ここって脳へ転移した。それでたまげちゃってね。で、その人はプロポリスも飲んでるし、カニキトさんも飲んでるんですよ。で、そんなに飲んでて、どうしてそんなに再発するのよって。でも手術しなさいって言われたんですって言うから、へえ、いつって言ったら、様子を見ながら一月後。それでね、何しろもうこうなったら仕方がないからね、もうカニキトさんだろうがプロポリスだろうなんだろうが構わねえから、もうこんなに飲んだら腹が壊れるというぐらい飲んだらって言うんです。そしたら、そうしてみようかって言ってね、まずいぶんたくさん飲んだみたいですね。そうして今から2週間ほど前か、電話したんですよ。その頭の病気はどうなってるかねなんて言ったら、そしたら、もともと悪い方はそのままだけど、後から悪い方はいいみたい。何それって言ったら、この間医者に行ったらレントゲンを取って、お医者さんが首をかしげて、こんなはずはないがなって言ってんですよ。こんなはずはないって言って、がんが小さくなってる。それでちょっとこれ様子を見ようよって言ってね、それで手術は延期、もう絶対あいつ治りますよ。だからね、治る人って本当に治るんですね。これ天空の川という素敵な題の本ですが、これは関正和さんという建設省の大臣官房好き、官僚としては出世コースを歩いている男なんですけど、こういうとぼけた顔してるんです。とぼけたって言っちゃ悪いけど、ちょっととぼけてるわね。こういう顔の人は本当にね、本も書かなきゃ、詩も読まなきゃ、小説も読まなきゃね、これ仕事ばっかりやってるんです。そうしてがんにかかっちゃった。毎日毎日あのうんちにね、トマトケチャップを一筋スーッと吐いたような便が出るんですってさ。それでびっくりしてね、医者に話したら、グズグズしないでその虎ノ門病院に行きなさいって言われて、で虎ノ門病院に行ったら、これは腸閉塞を起こす直前だからもうすぐ入院しなさいって言って、それでちょん切られた。それで少し良くなったと思ったら肺に転移をして、で肺の転移が少し収まったと思ったらここへ転移した。最終的には脳に転移して、でもうこれはもうダメだって言ってたら、そのただこの人のいいのはですね、あのがんなんて隠さないんですよ。隠さない。ですから奥さんは高校の同級生で、それでもう構わねえの、その俺の病気みんなに話していいからって言うんでね、だからみんな知ってるわけですよ。そうしたら高校の同級生で背がすらりとしてて綺麗で、奥さんよりよっぽど綺麗な人なんでしょうね。そのお友達がある薬科大学の教授の奥さんになっていて、その人から電話かかってきて、そしてバスという薬があるから、その薬
使ったらどうかしらっていう電話かかってきたんです。これがん隠してるとですね、こういう声はかかってこないんですよ。で彼は平気でもうこの人建設省のね1年間の予算を大蔵省と折衝する担当官だったんですよ。それで今年度の建設省の総予算はこれぐらいって出すと、大蔵省の担当官がこんな膨大な予算が受け入れられるかって言うんで、これを削れあれを削れこれを切れって言ってね、それで片っ端から切れって言って、それでなきゃ通さないって言ったの。それでまあ切れるとこは全部切っちゃって、そしてもうこれ以上切るとこはないって言うんで、それ持ってったらそれでもダメだって言うんですよ。それで彼この人開き直っちゃってね、もう切れるとこは全部切った、俺は腹まで切ったって言ってるんです。腹を切った。そしたらその大蔵省の担当官は彼が癌で腹を切ったこと知ってたんですよ。それでしばらく黙っててね、それから苦笑いしてね、じゃあ仕方がないって通してくれたんですと。そのだから腹切ってもこの人は腹切れができるんですよね。でナスという薬、これは名前が出てないからね皆さんに教えられないんだけども、市川駅の近くというよりも、何しろ頭文字が愛という病院なんですね。そこへ行きまして、院長さん、80過ぎた院長さんに会っていろんなお話を聞いたら、そうだ常磐線の松戸駅の近くだ、私が陸軍工兵学校で散々やられたとこですね。でそこの院長さんが、アスコルビン酸の化合物で、それをですね、この人は理科系の人ですからもうすぐ分かるんですよね。アスコルビン酸というのはビタミン C のことだから、ビタミン C を大量に投与するんですかって聞いたら、全く違います、バスは体の免疫力を高めてがんと戦おうというのではないのです。そんなね間接的なやり方ではない、バスが直接がん細胞を攻撃するのです。そして丸山ワクチンと一緒に飲んでもいいでしょうかって言ったら、バスが確実にがんを滅ぼすのが分かっているのに、なんで効くのか効かないのか分からんようなものを併用する必要があるのですかって突っぱねられちゃって、で結局このバスをですね、投与するんですね。で奇跡的に治っちゃうんですよ。そのバスは何から作るかというとですね、先生は敬虔なクリスチャンであって、旧約聖書の中に死の病にかかったユダの王ヒビキヤの悪しき腫れ物をイザヤが星一軸によって癒したと、イザヤ書第38章21節に書いてある。その言葉にふと着目して一軸の研究を始めた。そして一軸の実からバスの原料であるベンゾルアルデヒドを抽出することに成功して、それを人間の体の中に、点滴の中に入れて体に入れていくんですって。その他は何にもしないんですよ。それでがんが治っちゃうんですね。すごいですね。僕はこの本読むまで恥ずかしながらバスなんて薬のことは全然知らなかった。皆さんも知らないでしょ。知っていたらよっぽど耳の早い人ですよ。これ今厚生省に申請中の薬だそうですけど、まだ許可が下りてないんですよね。こういうのって大体製薬会社が邪魔するんですよ。で、なかなか下りないですね。ゲルマニウムだってまだ認められていないでしょ。ですけども、こういう薬にがあるということ、僕が今皆さんに話したから皆さんはバスという言葉を覚えますよね。そして皆さんの中の誰かは自分ががんにかかり、そういえば常磐線のどっかの駅だったなというのを思い出し、
そしてその病院をとうとう探し当てて院長さんに会いで、その薬を投与されて治るかもしれませんね。もし皆さんが僕の話聞かなかったら、もう向こう3年か4年ぐらいはバスなんていう言葉は聞かないでしょうね。第一、この本は創始者という小さな本屋さんですから、まあ、せいぜい3000部ぐらいしか刷ってないですよ。だから全部人に読まれたとしても3000人しか知らないんだ。だからこういうのもやっぱりこう昔の言い方で言えば運ですよね。ついてない人は、例えば前週は今月だけ休んだ人はバスなんてな知らない。だから休んじゃダメなんだよね。もう絶対これ聞くと思いますよ。私少年の時イチジク大好きでね、うちの2階の屋根から瓦の上へ降りて、それから台所の続きの物置の屋根の上を渡って、そこトタン屋根でね踏み抜く恐れがあるんですよ。そこの一番突破し の下がジュクジュクと湿気たところから大きなイチジクの木があってね、そして実がその屋根の上こう下がってるんですよ。でそれを私朝5時に起きて食べに行くんです。そうすると私より先客が必ずいるんですよ。いくら早く起きても親父が先に行く食べてるんですよ。でも親父も可愛いとこありましたね。あの6つか7つ下がってると4つぐらい食べて、あと3つ僕に残しておいてくれるんです。でも小さい方しか残ってなかったね。で今では僕はイチジク好きですけども、中央自動車道を走って駒ヶ岳サービスエリアというところに入りますと、近くの松川村という村の人がね、自分のところで採れたイチジクを乾燥して袋に入れて売ってるんです。まあそんなうまいもんじゃないですけどね、そうまずいもんじゃなしね。その代わりイチジクのあの粒のビチビチしたやつがいっぱいギャーッと詰まってますよ。あれ絶対がんに効くと思うんですね僕は。まあこういうわけで人間というものはそういう幸運のようなものを動いてこなきゃわからないんですよ。本屋行って本を探していても、自分が本当に読みたい本が目の中に入ってこなきゃその本は買えないんだから。だから何遍本屋行ってもつまらん本ばっかり買う人と、それから自分の一生を左右するような本を買う人とが分かれるんで、それはなぜだろう。それはあのうちでこの世の中を動かしている大きな力がひょいっとその人を捕まえて、あの本を読みなってこうやってくれるんじゃないかしら。で自然にこう目がいって見つけるわけよ。この本僕は東京の本屋さんでは見なかったんですよ。それで美濃加茂の本屋さんに入って、ちょっと本屋入って見てこようかって言って入って入るとですね、いつもあの僕は本見つける棚のところへ自然に行っちゃうんです。それでひょっと見たらこれがあるんですよ。それでって僕大体この台が気に入ったんですよね。天空の川っていうの、だから最初銀河かなんかの本かなと思ってひょっと見たんですけど、実はガンの本だったんです。昨日うちの近くの本屋さんに行ったら、本の下の方にこれが一冊ありました。よくあなたこんな本仕入れたねって言ったら、きっと売れないだろうと思ったけども買ったんですよって言って、もう知ってるんですかとか、バカこれがんの一番大きくするようなことを書いてあるんだろう。その本屋の上知らないで買ってるんですよ。そんなもんですよね。これは美濃加茂の本屋で、その前に僕が見つけてきた本ですが、ゴースト・オブ・ジ・エアー、マルティン・ケイディンというアメリカ人が書いた本なんですけども、空中の幽霊のお話なんです。この本の最初のところにね、
ジョーというのは飛行機のことですが、ジョーはダイハード、最後まで頑張る。これレーザーディスクにあるよね、ダイハード。彼女は自分の中に収めている搭乗員以外に自分を死にたくないのだ。あなたは信じないかもしれないが、もし信じないとすれば、それはあなたがその場にいなかったせいだろう。機上無線を通して墜落していく搭乗員が挙げる凄惨な絶叫を耳にするとき、その背後には彼らを守りきれずに死んでいく機体の嘆きがはっきりと聞こえるのだ。人間がその生命を全て預けたとき、その飛行機はもはやただの機械ではなくなる。搭乗員たちは自分たちの爆撃機である彼女に特別の生命を与えるのだ。それで搭乗員たちはこの爆撃機のことをクイーン、我々の女王様と呼んでいる。で、女王様には心が生じて、そして何とかして乗っている搭乗員たちを助けようとする。大きな爆撃機になると8人ぐらい搭乗してますから、それが墜落しますとベテランの操縦士たちが8人死んでしまいます。人間が手で触ったものには心が生じるという話に確かしましたよね。ライアル・ワトソンがシークレット・ライフという本の中で書いておりましたね。忘れました。話さなかった。話さない。人間が可愛がってたもの、話したはずだけどな。ワトソンが可愛がっていた時計を前のホテルで盗まれて、で残念だなと思っていたら、そこから150キロ離れた町で、アイアンウィルという男に会って、イオンを持っている医師アイオンウィルという男に会って、そいつと一緒に町を歩いてたら、ガラクタ屋があって、そのガラクタ屋のところから階段が上がって、上、気持ち悪いよね、知らない町って。その上上がっていったら、そこにガラクタ屋がもう一軒あって、ひょっと見たら壁に自分の時計が下がっていた。それでこれは俺の時計だっつってね、それで値切っちゃってね。で、向こうはさ、もう盗んだやつ買ったんだから弱みがあるでしょ。それでまあいいやっつうんで、もうただ同然で戻してくれた。まあ当たり前だ、自分のもんだから。それをアイオンウィルに話したら、時計というものは人間が体につけてるものの中で一番面白いものなんだって。時計はね、朝から晩まで、風呂に入る時も、セックスする時も、みんなそばにいるんだって。だからお前さんのこと一番よく知ってて、愛しているから、離されて寂しいから、そのお前を呼んでいたんだ。だからお前は呼ばれてきたんだって。皆さんそういう経験ないですか？いや、絶対あるんですよね。僕はこの間京都へ行くときに、ビデオカメラの、これもまた一番古いビデオカメラで、上の蓋がパカパカになってるんですよ。もうよくそんなの持ってますねっていうぐらい、もうね、10年近く持ってるそう。それをね、もう7年ぐらい使ってるバッグの中に入れてね、そして新幹線のホームで新幹線来るのを待ってて、横のサイドの板のとこへ置いといたんですよ。そしたら入ってきたんです。そしたらみんなが一斉に乗ったから、それで僕も慌てて乗って、それ置いてっちゃった。それで京都へ着いて荷物を下ろそうとして、あれ、カメラのバッグがないその間中気がつかなかったんですから。そして思い出せないんですよね、どこでなくしたかな、どこでなくしたんで、京都駅から家内に電話して、きっと朝早く乗った小田急線の中へ忘れたと思うから、小田急線に連絡してくれっつって電話して、それからしばらくして、もしかしたらその次の JR の電車かもしれないからっつって、その JR にも連絡してくれって言って、で3回目に連絡したら、ありませんという返事なんですよ。でもう諦めてね、で、京都から帰って夜11時頃新幹線のホームへ着いたんです。なんとそれが私が出発した19番線ホームに電車が入ったんですよ。それでホームに足を一歩下ろしたら、バッと走馬灯のようにね、
俺そこに座っていて横に置いたっけなって言ってそこを見たら、あ、ないわそれ、当たり前だ。それからすぐに改札行って聞いたら、19番線ホームの5番のところに係官おりますので聞いてください。それで行ったら、何が入ってるんですか、バッグはどんな色ですかなんてしつこくこう聞いてね、それでこちらはちゃんと覚えてますから言いましたら、おい、そういうバッグ預かったような気がするの、なんて言うんですよ。で、って言って、どこにあるんですかって言ったら、あの八重洲口のセンターにありますからって言って、それで八重洲口のセンターに行った。まあ汚い汚い、もう新幹線からは想像できないよね、汚いねところ行って、汚いじい様が出てきてね、それでまた一部始終聞かれてね、そしてあるんだったら早く言えばいいじゃないですかね、そのようなものは確かにありましたって言って持ってきてくれましたよ。だからアイオンウィンの言う通りですよ。でこの飛行機の話でね、P-38 ライトニングというアメリカの戦闘機がいるんです。皆さんは年配の人でしたら、山本五十六という連合艦隊司令長官がアメリカの戦闘機に撃墜された話を覚えていらっしゃいますでしょう。あれを撃墜した P-38 というのは胴体が2つ、エンジンが2つついた戦闘機なんですが、その P-38 がですね、ドイツ本土を襲撃して、そして脱出してくるときに1機だけ撃墜されたんです。それで味方は1機戻ってこないので気にしながら探し、どうしても見つからない、ガソリンがなくなるので基地へ戻ってきました。そうして解散してもいいと言われたんだけども、解散する気がないんですよ。でみんな2時間ほど飛行場で待っていたところ、なんと飛行機のエンジン音が聞こえてくるんです。でそれが、アリソン直立エンジン、まあ、この P-38 には僕はどれだけ襲われたかね。だから私もよくエンジンの音知ってますよ。それが近づいてきたんで、みんなが戻ってきた。ところがこの戦闘機は敵味方識別の信号を出さないんですよ。敵か味方がわからないと困るんで、そのちゃんと決められた暗号があるんですよ。それを発信しないんですよ。発信しないと味方の飛行機でも撃つんですよ。だってドイツ軍は連合軍から奪った飛行機に乗って攻撃してきたそうですから。それでね、敵味方識別の信号を出さないんで、あわやもう少しで撃とうという時に空中分解しちゃった。そして操縦士が落ちてきた。それでみんながリップコード引け、リップコード引けって、落下傘のこう引くつながるんです。それ引くと傘がパッと開くんですよ。そしたらパーッと傘が開いて開いて、落下傘が落ちてきた。それでみんながそこへ吹っ飛んでいって、で彼を助けようとしたら、この操縦士は額から弾が貫通して後ろ頭がなくなっちゃった。だからこれは即死したんだ。だって今から2時間3時間近く前に、ドイツ軍と戦闘やったんだから、その時にこの操縦士は頭を打ち抜かれてた。それからガソリンタンクは空っぽでガソリンが入っていなかった。ガソリンタンクは3時間前に空っぽになっていた。それでみんな黙ってしまうんですよ。死亡診断書を書いた軍医は、3時間前に即死したと思われるというのを書いて、そして即死した人間がガソリンのない P-38 をどうやって連れてきたのか、これは死んだ人間がガソリンのない飛行機を操縦してきたことになる。そんなバカなことはないと言ったって
現実にはあるんだから。でこれに関わった当事者たちはこの件に関しては一切口外しないように、もういつもそうなんですよ。日本の陸軍にもありましたよ、この件に関しては一切喋ってはいけない。もっとものすごいのはボストンというニックネームの爆撃機があるんですが、ダグラス DB7 ボストン、これはアメリカで、作った飛行機ですが、これはフランスがアメリカに注文して、で原品が来る前にフランスはドイツに降伏したのでイギリスがそれを引き取った、3000馬力というものすごい出力を持った爆撃なんですが、これが英仏海峡を越えてドイツを爆撃しては戻ってくる。この爆撃兵団の基地の司令官は空軍中将ですが、中将がですね、12機のボストンを全機出撃させて、それで戻ってくる時間に中将が自分の部屋で爆音聞いてるんです。外へ出るの怖いからね。そしたら3機か4機帰ってきたなと思って、でそのうちに、飛行機は着陸するときにエンジン絞りますから回転音が下がってきて、ブル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 という音がして着陸するんです。で3機着陸したんです。そして操縦士が部屋に入ってきてドアをノックして中将に戦闘商法というのを提出するんです。戦闘がどのようにして行われ何機失ったかということを書くんです。でそこに最後に書いたその飛行機のキャプテンが自分の姓名認識番号、それ全部書いて、そしてそこサインして出すんです。それで、3機だけは戻ってきたっていうんで中将がご苦労だった、お茶でも飲んで休んでくださいって言って部屋の中から出て行った。入れ違いに復刊が入ってきた。で復刊は、さあ誠に残念であります、なんだ言ってみろ、さあ我々は甚大な損害を被りました、我々は分かっている分かっている、苛立てしそうに中将は言った。出撃12機のうち9機が喪失だろう。副官が不思議そうな表情を浮かべた。ノーサー、一瞬希望が湧いた。他の飛行場にたどり着いた飛行機がいたのか、なんだって、それはどういう意味だ。さあ全機喪失であります、12機全部が撃墜されました。それはおかしい、さっきそのうち3機が帰投したじゃないか。副官はまじまじと中将の顔を見つめた。閣下お言葉でありますがどういう意味でありましょうか。この基地には1機も帰投しておりません。繰り返しますが情報将校は出撃したボストン爆撃機12機が全機対空砲火で撃墜されたことを確認しております。それで中将がバカなこと言うな、今戦闘将校を書いて3機の搭乗員がここを出ていったじゃないかって言う。私はありません。結局これは幽霊が戻ってきて戦闘商法を書いて、その戦闘商法が残っているんですよ。すごいですね、もうこんな幽霊初めて見た。幽霊がそんなもの書きますかね。でも軍人だしね、嘘言うわけないし、何しろ人間の目に見えないものがですね、この我々を動かしているということを今日は考えようというわけで、この正法現像陰物巻のところ、第33祖大観禅寺未定発の時広州発祥寺に祝するに、二層ありて総論するに、一層曰く万の道ずるなり、一層曰く風の道ずるなり、格のごとく愛総論往来して休活せざるに、六祖曰く風道にあらず万道にあらず人者神道なり、二祖聞きて速やかに真実、六祖様が
六祖様は五祖から鉢と袈裟を受け取って姿を消したんですね。南方に隠れてしまって6年目広州法性寺に姿を現した。その時大勢のお坊さんの後ろに座って、お話を聞いていた。お話をした人は印住法師という人ですが、そこには書いてありません。印住法師という真言宗のお坊様がお説教していた。そうしたらお説教が長かったもんでみんな退屈していたら風が吹いてきた。風が吹いてきたら盤が揺れた。それ盤ですね。盤が風でこう揺れた。そうしたら一人が風が動いたと言った。そしたらもう一人が盤が動いた。で風が動いた盤が動いたって論争していたら、一番後ろに座っていた小敷のような男が風道にあらず盤道にあらず人者振動なりと言った。風が動いたんじゃない、盤が動いたんじゃない、お前らの心が動いたのよ。で二相を聞きて速やかに真実と書いてありますが、六祖壇行の話はちょっくら違うんですね。これを聞いたのは印住法師で、お説教していた印住法師がその小敷のような男を見てね、そしてお説教をやめて自分の部屋へ帰っちゃった。そしてあの小敷のような男を連れてまいれと言ったんで連れて行かれまして、お前はさっき風道にあらず盤道にあらず人者振動なりと言うたが、それは一体どういう意味かと聞いて問答を往復して、そのうちに印住法師が気がついて、もしやあなたは南方に姿を消したという禅宗六祖様ではないかと言ったら、そうだ。それで印住は自分のお寺をこの人に譲って、初めてですね中国の南の方に禅というものが始まったというお話なんです。道元はまたちょっと違った見方をしました。この二人の僧は祭典インドより来たれりけるなりしかあれば、すなわちこの道著はこの言葉は風も盤も道もともに心にてあると六祖は言っている。風も盤も動くこと自体も心であると言っている。今日の私の話、人間を動かしている大きな大きな力があるとすると、その力に心という字を当てれば、風を動かすのも盤を動かすのも動くこと自体も、人の心を動かすのもそれは心であるということになります。六祖はそういうふうに言ったのだ。まさに今六祖の言葉を聞くといえども、六祖の道を知らず、いわんや六祖の道徳を道主することを縁や。まさに今六祖の言葉を聞いたとしても、なかなか普通の人は六祖の言葉がわからないし、いわんや六祖が言った言葉を自分なりの言い方で言うということはできないのだ。何としてか因も言う、どうしてそういうことが言えるのか。いわゆる人者振動という言葉を聞いて、お前らの心が動いたのよという言葉を聞いて、すなわち人者振動、お前らの心が動いたのよとオウム返しに言おうとして、同じように人の心が動くと言ったのでは、それは六祖を見たことにならないし、六祖を知らないことになると。六祖の法尊ではないと、同じことを言ったってダメだよって。今六祖の実践